のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。遊んだことのないものがあれば一緒にやってみましょう。時間通りだよ。それじゃあ早速検品しようか。はーい。ごめんなさい、その前にちょっとだけ。すやすや。いつもながらよく寝る子だよ。おーい、初音ちゃん、そろそろ起きろ。交易品の数はちゃんと書類通りだったよ。貿易？あ、本当に間違ってなくてよかった。フォレスティエの薬草は治りが良くて助かるよ。うちは怪我する子が多いから。そう言ってもらえてるならよかった。こちらこそいつも美味しいものをたくさんありがとう。エリザベスパークの乳製品はどこへ出しても好評だからね。そういえば最近はしおりもいろんな仕事を頑張ってるみたいよ。しおりんが？お世話になってるみんなへ恩返しがしたいからって。まひるもあの子は働き者だべって褒めてたよ。そっか、しおりんが。そうだ、プレゼント探し開始だ。お姉ちゃんとして頑張ってる可愛い妹にいい感じのプレゼントを選んじゃうよ。何にしよっかな。しおりんの好きなものって言ったらやっぱり本だよね。でも本はたくさん持ってるだろうし、しおりんの趣味に合わなかったら嫌だし、なんかビビッとくるようなプレゼントがあればな。お姉ちゃん、何してるの？うわぁ、しおりなんでここに？牧場のみんなと買い物に来たんだけど、そしたらお姉ちゃんの声が聞こえて、声かけちゃダメだった？ダメなわけないじゃん。元気にしてた？うん、牧場の空気がいいからかな。体調がいい日も増えたし、最近はあんまりふらーってしないよ。あ、めまいが。しおりー！うう、久々に遠出したからかな、ふらふらってしちゃった。大丈夫？近くの病院は？大丈夫だよ、もう平気だから。それならいいんだけど、無理はしちゃダメだからね。うん、ありがとう。お姉ちゃんは何してたの？私はね、動物園との交易品の取引に来てたのだ。それでね、しおりんのこと聞いたよ。私のこと？
うん、最近しおりんが牧場のお仕事を頑張ってるって、それを聞いてすっごく嬉しくなっちゃった。だからね、そんなしおりんに、しおりんに欲しいもの聞こうと思ったけど、やっぱりこういうのはサプライズの方がいいよね。そんなしおりんを褒めて死んでよ。よしよし、麦を。じゃあ私はそろそろ帰るね。しおりんも気をつけて帰るんだよ。エリザベスパークの人たちによろしくね。それじゃあね。あ、行っちゃった。お姉ちゃん、私に何か言いたいことがあったんじゃ。あ、風が。思わず逃げてきちゃったよ。変だったかな。変だったよね。しおりは頭いいから気がついちゃったかも。いや、でもあんなまま話してたらもっと危なかったはず。よーし、サプライズプレゼントでしおりんをあっと驚かせちゃうぞ。初音ちゃんのプレゼント大作戦、いざ開始だ。キラーン。ぐー、すやすや。初音のプレゼント大作戦。イベント開催中だって。君と一緒なら絶対楽しいね。腕が鳴るぜ。お手並み拝見といこう。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。あと一息だ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。すごいですね。何のことよ。風の精霊よ、大気の加護を。ほーっと行きましょう。さあ、光を集え。キャンピングライムライト。何それ、すごい。人々を守るのが私の役目です。怖くないよ。設営完了。霊界の力よ、暴れるぜ。足止めします。まだ敵が残っていますね。霊界の力よ、暴れるぜ。実力出しちゃうわ。最後までお供します。さあ、おいで。その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。すごいです。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。いい攻めていきましょう。覚悟しろよ。風の精霊よ、大気の加護を。ほーっと行きましょう。さあ、光を集え。キャンピングライムライト。さすがだね。
私の剣もまた一つ冴えたみたいだ。イベントみたいですね。よければ一緒に行きませんか？プレゼントが見つからないよ。こんなんじゃお姉ちゃん失格だよ。しおりんと仲のいい人に聞けたらな。って、ああ！君、何してるの？そっかそっか、グッドタイミング。いいところで会えたよ。実は相談したいことがあって。このことは秘密にしてほしいんだけど、もう私の超能力くらいの秘密なんだけどね。お願い、しおりへのプレゼントを一緒に選んで。何日か前からずっと考えてるんだけど、なかなか浮かばなくて。あ、そうそう、しおりんっていうのは私の妹だよ。魔物？それは思いつかなかったよ。っていうか君、しおりんのこと知ってるの？じゃあ一緒にプレゼントを探しに行こうよ。プレゼント、しおりんへのプレゼント。お、これなんかどうかな。魔物の剥製。そっか、確かに夜見たら驚いちゃいそうだよね。これはなしかな。プレゼントって難しいな。プレゼント？しおりん、いいところに。実はね、今度しおりんに。で、しおりん、本物だ。お姉ちゃん、そんなにほっぺたつかないで。私は買い物に来たんだけど、
お姉ちゃんは何してるの？私たちはそのねえ、そうそう、美味しいお店がオープンしたって聞いてね、彼と一緒に食べに来てたのだ。いいな、私もお姉ちゃんたちとご飯食べに行きたいな。じゃあ今度みんなで行こうよ。そういえばギルドの他の人たちは別のお店にいるの？今日はみんな忙しいから私一人で来たの。体調も良かったし、お散歩がてらに。しおりん一人で大丈夫？一人で帰れる？送っていこうか？大丈夫だよお姉ちゃん、一人で帰れるよ。そっか、しおりんがそう言うなら。本当に大丈夫だから。それにこの人にも迷惑になっちゃうし。あなたまで。わかりました。せっかくの好意を無駄にするのも失礼ですし。やったー、一緒に帰ろう帰ろう。お姉ちゃんが責任を持って送ってあげるからね。シオリンと一緒に歩くの久しぶりだね。離れて暮らすようになってからなかなか会えないもんね。私たちもともとは一緒にランドソルで暮らしてたんですけど、ある日お姉ちゃんが。シオリン、シオリン、シオリン、大変だよ。そんなに慌ててどうしたの？大丈夫？私がドタバタしちゃったせいかな。ううん、今日はちょっと咳がたくさん出ちゃって。でも気にしないで。それでどうしたの？うん、あのね、なんとお姉ちゃんはあのエルフの森を守るギルドフォレスティエのメンバーに選ばれたのだ。わー、お姉ちゃんすごい、おめでとう。ただフォレスティエのメンバーになったらエルフの森で生活しないといけなくなっちゃうんだ。でも私シオリンを置いてなんかいけないから。だからシオリンもエルフの森で暮らせないかって相談しようと思って。お姉ちゃん、種族が違ってもシオリンは私の大切な妹だし、離れて暮らすなんて考えられないもん。ごめんねお姉ちゃん、私いけない。え、お姉ちゃんが守ってくれるたびにこのままじゃいけないって。これがちょうどいいきっかけになるし。私、動物園でお仕事がしたいの。しおり、どうして？もしかして私が嫌いになっちゃった？だから一緒に住みたくないとか？お姉ちゃんのことは大好きだよ。だからこそ、そんなお姉ちゃんに迷惑をかけたくない。迷惑なんかじゃないもん！私がシオリンを守るのは私も大好きだからで、だから心配で、だからお姉ちゃんが私を大切に思ってくれてるのはいつも分かってるよ。そんなお姉ちゃんに私が一人でもやっていけるって見ててほしい。私もお姉ちゃんみたいに頑張っていつかお姉ちゃんを守れるような私になる。これが私の願い、目標だよ。そっか、しおりん、
もう決めたんだね。頑張る妹を応援するのもお姉ちゃんだよね。わかった。私しおりんのこと応援する。離れて暮らすことになっちゃうけど、しおりんが頑張るんだもん。怒らないの？怒るわけないよ。しおりんがしたいことだもん。でも、もし寂しくなったらいつでも呼んでね。お姉ちゃんはいつでもしおりんのために飛んでいくから。うん、ありがとう、お姉ちゃん。それからは離れて暮らし始めたんですけど、心配性のお姉ちゃんはよく私の様子を見に来てたんです。しおりん気づいてたの？わかるよ、お姉ちゃんのことだもん。それにお姉ちゃん隠れないで普通に後ろからついてくるんだもん。しおりんは何でもお見通しだね。あんなこと言っといて私の方が寂しくなっちゃって、しおりんの顔見に行っちゃったんだ。お姉ちゃんったら。でも私も嬉しかったよ。お姉ちゃんの顔を見るたびに元気をもらってた。そっかならよかった。無事到着。お姉ちゃん送ってくれてありがとう。あなたもありがとうございました。久しぶりにたくさんおしゃべりできて楽しかったよ。それじゃあしおりんまたね。あ、お姉ちゃん。ん？何？この前から何か考え事してる気がするけど、でも必要ならいつか自分から話してくれるよね。あ、なんでもない。またね、お姉ちゃん。君が来てくれたら私もしおりんも嬉しいな。風の加護を我らに。お手並み拝見といこう。霊界の力よ、暴れるぜ。今だ、実力出しちゃうわ。調子出てきた。霊界の力よ、暴れるぜ。実力出しちゃうわ。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ、ウルフェンファイト。さすがだね、仕上げの一杯よ。さあおいで、その身に恐怖を刻もう。トリニティファントム。何それ、すごい。攻めていきましょう。風の精霊よ、大気の加護を。ちょっと行きましょう。さあ光よ集え、キャンピングライブライト。あと一息だ。なるとこ見てくれた。いやあ、どうし、君も護水に来たのか。
遠慮せず横になりたまえよ。ロゼッタの膝枕は売約済みだが、僕ので良ければ貸してやろう。